それが今政府非加盟国和の国に。杯元帥、和の国は放置じゃ。そこに咲く戦力はうちにゃあらあせんので、戦国さん。もちろん私は関与する気はない。若い海兵たちに老兵の知識を譲っていただけだ。海賊にも人間関係がある。次の行動にも理由がある。歴史を知らねば未来は見えん。そういえば白ひげロジャー赤髪に好かれた和の国の海賊がいたな。光月おでんですかい。白ひげん船で昔隊長をやっちょった男。おでんはその後ロジャーに引き抜かれ、海賊王の最後の旅に投降した。航海の件にまさかおでんは関係あるまいが。今も昔も世界を騒がす大物たちがなぜこうも和の国に関わるのか、私にはとても偶然とは思えんのだ。杯元帥。